これはかなり挑戦的だね。こんな作家たち揃う展示あるかね、国内では。作家さんの幅がめちゃくちゃ広いので、そこがびっくりしました。現代アートで活躍されてる方から、広告系の方とか、もうアートフェア並みだなっていう印象ですね。どんな風になるのか。なんかストレートフォトもあり、コンテンポラリーもあり、これ写真家って言っていいのかっていう作家もいるし、何この展示。これ新世紀でグランプリ取ってる作家とかも入ってるじゃない。秋村イエーションもいるんだ。あ、そうだ、片山さん、そうだね。あんまり片山さんが写真家っていう風に認識してなかったから、言われてみたらそうかねって。仕事柄結構取材でいろんな美術館とかギャラリーに行くことが多いんですけど、やっぱり実際に実物見ると、もう写真の作品ってプリントが綺麗とか、画面で見てるのと違ったりするんで、そこに引き込まれたりすることが多いです。あ、でもなんか舞山さんの展示も最近全然見てなかったから、ちょっと最近どんなの撮ってるのかすごい見てみたい。この果汁農家の塩原真澄さん、果物から育ててるって伺って、育てた果物を自分で写真撮ってる、これびっくりですね。見てみたいです、実物を。宮原無我さん、あと宮原無我ね、もうなんか久しぶりに展示見る。二枚舌とかどうなんでしたっけ、目からゴロゴロ。これは楽しみですね。いや、え、吉田凪もいるじゃん。おお、すごい。山本彩香さん、今回も参加される写真家さん、私大好きで、山本さんプリントがめちゃくちゃ綺麗なんですよ。だからデジタルで見るよりも実物ぜひっていう感じで、それで好きになっちゃいました。これよく集められたね、このメンツね。好きなのはジョージさん。ジョージさんの写真はいつか買いたいなって思ってたから、チャンスかなって思って。あとは今回これ購入もできるんですか、はい、あ、そこも魅力ですよね。やっぱり見て気に入ったものを家に持って帰れるっていうのは。アートコンサルの仕事もやっていて、でコロナになってから家で過ごす時間がすごく増えたんで、まあ、何かここ壁寂しいなとか、これ飾りたいみたいな相談が増えました。なのでなんかね、そういうちょっとお花飾るぐらいの気持ちで写真飾るとかいいんじゃないかなと思います。買った時と1ヶ月後1年後に見た作品の印象ってすごく変わってて、なんかこう自分の生活環境とかによってもだいぶ変わってくるから、なんかそういう本当にライフスタイルの中に入れるっていう、共に生活するっていうのはすごく実は結構楽しいんですよ。この会期のためだけにメタバースってティザーなのかな、ティザー的に展示する作家さんが見れるのはすごくいいと思うし、まあ、実際六本木アートナイトに来れないって人もいるから、そういう人たちにコネクトするのはすごくいいなっていうふうに思って見てます。わ、すごい、こんな風に見れるんですね。わー、すごい。お、あ、ちゃんと作品名とか価格まで出てくるんですね。へー、こんな感じで近くまで寄れるんですね。おー、こんにちは。あ、すごい、ライクみたいな、すごいすごい。これ一気見できるのはちょっとだいぶお得な感じするな。現代の写真家だいぶ尖ってるのを一堂に集めたみたいな、そんな展示。